圧迫面接するの？しようかな。されるんだよ、するんじゃなくて。なあ、されるのか。やってみるか。どうぞ、いってらっしゃい。ゲーム内で大きな音が鳴ることがあります。あらかじめ、おりゃー 犬ゲージが溜まる？もう始まってる。犬ゲージが100%以上になると、早く読まないと失どう格っぞ。ていう。お、喋る！おす。おお、喋った！声がある。しかも CG じゃね？え？映画。あえ、れ？ CG じゃん。本当だ。CG だよ。失礼いたします。うわ。なのにイラスト屋なんだよね。本日はお時間をいただきありがとうございます。はいはい。じゃあ、そこ座って。やだ。失礼します。面接を始めます。はい。それじゃあ自己 PR お願いします。私は採用されそうな志望理由をえ？入力して OK ボタンを押してください。すご。マこジ？んなゲームあんの？やすば。げえ。頑張って。でおりそれは響くのかな。ああ、もういいよ、そういうの。なあ。作ってきてるよね。今考えました。 ありのままの君が知りたいんだありよのままです、結構。 はい。それで、うちは第何志望なの？お。大事かも。御社が第三志望です。お、なんだって。困るんだよな。第一志望でもないのに面接来られても。逆弊だっ社はた。腰掛けのつもりかな？ すいません。ダメした。あなたの長所は何ですか？お、犬ポイント溜まったよ、今。え、本当だ、1%になっちゃった。クーンって言ってた。協調性かな。協調性かな。私の長所は協調性です。チームの連携を大事に目的を遂行できます。それってさ、自分の意見もなく、ただ泣かされやすいだけなんじゃないの？そんな人、うちじゃやっていけないと思うけどな。すいません。物は言うだと思います。学生時代に力を入れたことは何ですか？部活だな。部活かおな。部活です。運動部に入り、日々厳しい練習で汗を流し、精神力と体力を培いました。間違ってない。ー。へえ、後輩とかいじめてたんじゃないいの？じめてないですよ。いや、そんなことは決してありません。怪しいな。怪君、しい友な。達は何人くらいいるやの？ば、なんでこんなたまるの？26%。やば！友なん達？だろ友達？いや、100人は余裕でいるだろ。友人は100人ほどいます。大切な友人です。う。大きく出たね。いや、もっといるどうだせろ。全員薄っぺらい表面上の付き合いなんだろうね。まあ、嘘だと思うけど。全員じゃないよ。 数十人は薄っぺらいかもしれないけど。 すいません。それじゃあ次。1%しか溜まんなかった。ああ、クンって泣いた。あなたを動物に例えると何ですか？出た、犬って答えたら大変なことになっちゃう。私、ピオスだから、まあ鳥だよね。私は、鳥です！まあ、あなた、見た目もカラスのように汚らしいですしね。はぁ？名誉毀損で眼訴え鏡をろ。割ってやろうか。どうなってねえんじゃねえのか。お似合いですね。ありがとうございます。はお似合いですね。い。ありがとうござい次。ますって。うちがあなたを不採用にしたらどうしますどうか？でもいいです。まあ、第三やからな。そうね。また応募するかもしんないな。採用いなんただとくまか。で何度でも応募します。多分。君さ、口では何とでも言えるんだよね。ああ、出た。すいません。この後不採用でしたらすぐにまた就活サイトから応募しまはい、す。そうですか。まあ、いくら来ても不採用にしますけど。君さ、ここまでいろいろ聞いてきたけど、本当にやる気あるの？ギクギクギク。そんな甘い考えじゃ、うちでは通用しないよ。ひどいね。ははは。切れよ。うるせえ、切ぶっれる飛な。ばすぞ！ なんて言えない。
おお、だんまりですか。まあそうやっていつまでも学生気分でいられても困るのでね、一度自分を見つめ直した方がいいですよ。はい、てめえいつかしばく。はい、お疲れ。面接は以上になります。面接結果は1週間から2週間の間にお伝えします。本日はお忙しい中ありがとうございました。失礼しまーす。バイバーイ。ははは、バイバーイ。はぁ、30秒後。はははは、早すぎ。採用す。30秒。もっと会社に尽くすアピールをしなくちゃダメだったのかもな。そう、社畜のごとく。なんか、犬ポイントを貯めないといけないんだね。ああ、そうなんだ。半分精神崩壊し、私は就活をやめた。そして YouTuber になった。ああ。圧迫面接受けてみた動画が反響を呼び、チャンネル登録者数は5兆人を突破した。おかしいだろ。それとまあ、いきさつは割愛するけど、私を不採用にした圧迫面接官が中身の VTuber、弊社の犬太郎と歌ってみたコラボすることになった。何言ってんの？歌う曲はもちろん、厳正なる選考の結果、誠に残念ではございますが、今回はご希望に添えかねる結果となりました。不採用。犬ランク、C プラス、ちょっと犬。ちょっと犬になろう。犬を目指す。こびまくるぜ。ここって関係あるのかね。お。確かに、犬って入ってると、みたいなのあったり。ああ、まあ、いいよ。ダメだ。そういうの。ああ、関係ないのか。作ってきてるよね。ありのままの君が知りたいんだよね。それで、うちは第何志望なの？もちろん第一志望です。本当に？うちは厳しいからね。君みたいな弱気な人には向いてないんじゃないかな。はい。あなたの長所は。お、20パーも増えたよ。潤滑油。粘り強さじゃねえの。粘り強さかな。犬っぽいでしょ。うん、私の長所は粘り強さです。困難なこともめげずにやり遂げることができます。そんな人他にも大勢いるんだよね。つまり君の代わりなんていくらでもいるってこと。はい、次。あ、いいねいいね。学生時代に力を入れたことは何ですか？あれ、これで部活で 20% 上がったんだよね、確かね。部活が良かったんじゃなかったっけ。部活です。へえ、後輩とかいじめてたんじゃないの？ふーん、怪しいな。君、友達は何人くらい？私の一個上の先輩だわ。リアルな情報が。え？どうなんだろうね。5人かな。いない。お。お互い本音をぶつけ合える私の大切な友達です。君が友達と思ってるだけで、相手はそう思ってないんじゃないの？え？自意識過剰ってやつ。向こうは君のことなんとも思ってないよ。はい。それじゃあ次。おぉ、10%。10% か。あなたを動物に例えると、何ですか？犬です。え？お？犬です。え？犬？はい、犬です。王者の犬になります。おぉ、やだ、でかいでかい音。助けて。かっこよ。もういいかな。ああ、面接は以上になります。面接結果は1週間から2週間。やばい。でかすぎる音が。S ランクだ。いいんだ。それで内定なんだ。おつで歌い出してるけど。採用なんだ。どうぞ。失礼いたします。それじゃあ自己 PR、 はい。私は粘り強く諦めない性格でー。ああ、もう言ってそれ。作ってきてるよね。こっちはさ、ありのままの君を知りたいの。わかる？あ、はい。それじゃあ次。あなたを動物に例えると何ですか？犬、御社の犬、御社の犬。
あなたもあなたもケルメロス、ケルメロス。おもろ、なんだこれ。2個目の犬は2個目の犬、2個目の犬、あなたを動物に例えるとじゃなくて、うん、その後の御社の犬、あ、御社の犬あったんだ、そういえば。でも絶対同じだと思うけど確かに。また聞くのあれ自己 PR 入れるのいいよね、うん、犬犬私は、え、嘘、はい、嘘、犬です。あ、マジで、マジで、マジかよ、やばそうな、痛いんだけど、痛すぎる、ちょっと落ち着いてよ、すげえ。すげえ。国士コマンドじゃん。いや、自己 PR 犬ってやばいけど、マジで。えぇ。作ってきてるよね。うちがあなたを不採用にしたら、どうしますか？泣きつく。泣きつく。いやです、いやです、最後に最後くださ い。何でもします。残業でも休日出勤でも何だって。美人目だね。しかし、会社に尽くそうという自己犠牲の精神は伝わりました。まあ、評価点としておきましょう。おー。ありがとうございます。うん、私は、あ、いた。犬です。犬？え？はい。犬です。あ、100超えた瞬間もうなるんだ。助けてー。ういそんな甘い考えじゃうちでは通用しないよ。来た、これか、御社の犬になります。犬です。やっぱそうだよね、はい、マジか、御社の犬になります。結局ね、Sランクやったぜ。あー、もういいってそれ。作ってきてるよね。こっちはさ、ありのままの君を知りたいの。わかる？え、はい。それじゃあ次。あなたを動物に例えると、何ですか？犬です。御社の犬、無限ループだよ、もう。御社の犬、御社の犬。あー、おもろしてるかった、これ。